君と僕をつなぐのは神のちぎりだけじゃないんだよ。落ち着いて。怨念に見入られたただの人間じゃないか。怨念の魅惑的な香りが漂ってくるね。どうしたの？僕が離れるの嫌なのかい？この薄絹の下にある顔が見たい？どうしようかな。呼んでいるあなたの恨みが。うん、恨みをさらけ出せ。私の恨みを受け止めて極楽へ連れて行こう。ここが地獄だ。